武田常康チャンネル。いやーすごいですね、武田さん。僕実はね、面識も連絡も取ったことがない方なんですが、被害使えず大量の同一ポスター。官房長官見解いきます。20日に告示された都知事選でポスター掲示板に候補者以外の人物などが写った同一ポスターが大量に貼られる事態が起きている。結局違反じゃないですよ、売買した。けしからんと思うかもしれませんけども、公選法売買してはいけないというね、規定はないわけですよ。公序良俗違反、裸はダメですよ、はい、公序良俗に反しない限り OK なわけです。これは一つ も, もあの法令に違反してないんですね。はい、剥がせ不快だって言ってもう何千本も電話かかったっていうね、みんな不快だ不快だって冗談じゃないとか怒ってますけども、でも一つも法令に違反してないっていう、ここがですね、もう完全におちょくってるわけですね。ということでですね、武田常康さんの動画、全部で、14本ありますので、ぜひ武田常康チャンネル下の方にこの当該の動画を URL 貼っておきますので、ぜひねチャンネル登録もして、いただければぐらいのぐらい感謝してます。で、あのおちょくってる、もうその通りです。あのおちょくってるんですよ、これ。問題提起してるんですよ、お前らもうええかにせえよとね、合法的なことしかやってません。でね、来年6月参議院選挙ね、ちょうど1年後に参議院選挙、東京選挙区っていうのがあります。これね、もう一回24人出すからね、それまでに、頭のいい政治家、国会議員、諸君は法律変えてくださいね。これ各党会派、各党会派でやらなきゃいけないんで、これ24人立候補させますからね。もう来年また同じことがあるんですよ、ポスター掲示板。東京の東京都で参議院の東京選挙区って言って、同じまた1万4000箇所にポスターを立てなきゃいけないです、ちょうど1年後に。だからそれまでにちゃんと改正してくださいね。で、本当でもね、この武田常康さん、僕はあの彼のね、お父さんの武田邦和さんですね、確か。お父様とは何度か実はお会いしてお話しさせていただいたことがあって、まあ、今回調べたら、ああ武田邦和さん の息子さんなんだっていうことをちょっとネットで詳しく調べたら、まあ、ちなみにお父さんは乗馬クラブとか乗馬、日本乗馬なんとかの会長されてて、もう一番大きな肩書きはまさに JOC のですね、理事長でしたね。僕が NHK 時代にですね、アマチュアスポーツ新春懇親会というパーティーを、ね、開いてたんですが、その時に武田常康さんのお父さんである武田常和さんが常に JOC の会長ですね、理事長じゃなくて JOC 会長、まあ、いわゆる日本オリンピック協会の会長さんが、武田さんのお父様で、僕は、常に NHK のね、まあ、パーティー、新春ね、年明けのパーティーに VIP としてお越しいただいて、いつも貴重なお話を3分ぐらい、6年ぐらいやらせてもらったのかな、まあ、そんなかあの関係です。で、まあ、武田常康さんが言ってくれてるですね、これ選挙候補、立花隆、ね、これをやりたかったんですよ。高齢者がもうどういうふうにしようかな、立花隆ね、ここにもですね、すべてここにも立花隆が出てきます。まあほぼすべて、ほぼというかすべてのページですね、立花隆。そしてこっちにもここにも立花隆ですよね、3箇所で、こっち開くと思うと、ここにも1箇所2箇所3箇所立花隆が3箇所出てきます。ここも1、2、3、ここは4箇所出てきます。最後のページも2箇所と、この選挙候補をどこを開いても NHK に受信料を支払う人はバカだと思います、立花隆と出てまいります。これはね、私が立候補してないから私の宣伝ができるということなんですね。で、ただここのね、17とか6とか書いてありますけども、全部で19の訴えをしていますので、全部同じことを書いてるわけではありません。政見放送でもね、一番やりたかったことは NHK の政見放送で NHK にお金払うやつはバカだよってこう言いたかっただけと。
ですから、まあ、合法的なことしかやってなくて、おちょくってるっていうことですよ。でもね、おちょくってるっていう表現、僕すごい気に入ってるんですけども、ただ真剣ですよ。だって NHK にお金を払わないことを、私は、NHK から国民を守る党ですから、それをやるために政治家をしてるわけでね、元 NHK 職員としてですね、こっちはね、死ぬ気でやってるんですよ。本当に NHK の職員19年4ヶ月やりました。週刊文春で内部記事を、ね、内部告発の記事を書いてもらいました。テレビは一切報道してくれませんでした。それがもうテレビが何もやってくれなかったので、もう本当にもう愕然というか呆然というか、もうね、正義の内部告発を無視するテレビ局、日本のテレビ局に僕はその時からもう嫌気がさしてるというか、こいつら本当に何の正義もないなと思ってるんですよ。でそのテレビ局に出演してるやつらが立花のことをね、むちゃくちゃ言ってきます。藤井聡さんという人も、僕こんななんか情けない人とは思わなかったですね。なんか常識とか言ってるんですよ、この人。トースポさんの記事ですけどね、藤井聡兄弟教授、都知事選ポスターに問題にぶち切れ、常識でアウトですよこんなもんって。あのね、常識って何ですか、藤井さん。常識っていうのはまさに多数派の考えなんでしょ。これまであった多数派の考えがあってね、それが選挙の時に常識を覆すことも大事でしょ。あなたの理論から言えばですよ、常識というのは地球が丸いって思われていなかった、地球はまっすぐだ、空が動いてるって時にね、地球が動いてるなんていうのは誰も思わなかったです。太陽や月や星が動いてる、それがその時の常識でしょ。だその常識を打ち破ったのがコペルニクスであり、ガリレオ・ガリエでしょ。空を飛べるなんて今は当たり前のように飛行機乗りますけども、ライト兄弟は空飛ぶなんてバカなこと言ってる、あいつら常識外れだというわけですよね。だから常識に合わないからといって、そんなものね、常識でアウトなんていうことを言い出したら、それは発明する人とか改革する人なんて誰一人出てこないですよ。もちろんね、常識的に考えてこれがアウトで、それで他に迷惑がかかるなら、それは常識的に考えて公共の福祉に反するんだったらやらない方がいいんです。でも NHK の政見放送に24人が出てね、 NHK ぶっ壊すってやることが誰に迷惑かかってるんですか。この選挙候補ね、これを20、まあこれ19人分ですけど、19人分出して東京都内に配ってもらうこと、誰に迷惑かけてるんですか。そして使わない選挙ポスターは使いたい人に売ってあげる、こんなのタダであげたらまた住所、個人情報でももらえないから、ちゃんと住所と名前とお金出してくれる人に売ってあげれば、その人たちが少数派の意見出せるんでしょう。それをね、なんか法律は常識で守らないやつが出てくる、なんかいわゆる常識を守るやつを前提に作ってるから、書いてないからって何してもいいってわけじゃないっていうのは、それは憲法に書いてあるでしょ。公共の福祉に反しない限り最大限の表現の自由とか選挙活動とか政治活動ができるんですよ。これ本当もうこんなね、はっきり言って民主主義を潰そうとしてるような京大の教授、こんな人に教えられてる人かわいそうですよ。これ僕この人会ったことないけど、まあ、山本太郎さんなんかと仲がいいようなんで、やっぱそういう意味では、まあ、誰と仲がいいかでちょっと分かりますよね。橋本徹さんとは仲悪いようですからね。だからちょっとね、藤井聡さん僕よりも年下のなのかな彼、まあ、こういう人がですね、これね、もっと言うといじめにつながるんですよ。常識というのはいわゆるこれはね、多数派なんですよ。言い方変えると常識っていうのはまさに多数派、この人たちの言うにはそんなもん常識やんけ、言わんでも分かってるやろって、こういうことなんです。これに対する反対の言葉っていうのは実は少数派なんですね。でこの少数派っていうのは時に変わったことをします。まさにライト兄弟が一生懸命ね、飛行機を、ね、飛ばすために崖の上から落ちたりしとるわけですよ、坂道走ったりして。そういう人を見てですね、常識人と言われる多数派ですね、あいつらアホや、あんなことして怪我しとるわとかって言ってやるわけですよ。で変わったことしてる少数派に対して、うら大量でいじめに行けってやってるわけですよね。
まさにこれいじめですよ。テレビ局による立花孝志に対するいじめですよ。これテレビというね公共の電波を使って国民に立花孝志は常識がないやつで本当に危険な人だとね、こんなの公職選挙の見直しなんてしなくったってね常識ダウトですよこんなもんとドスの効いた声で怒鳴りつけると普通の国だったら常識ダウトなだけでね、しょっぴくと言ったら大げさかもしれないけど絶対許せないんですよ。何が許されへんの、まあ、毎回ちょっと連絡しとこいよ。偉そうに公共の電波でさ一人喧嘩売っといて、おい藤井聡よ一回話しようぜって言ってもこうやってね僕が言うともう相手ビビって出てこないんですよ。本当にテレビが使う人っていうのはくだらん人が彼が多くてね、ビビるんやったらいつでも話するよ。ちゃんと1対1で話しようよ。あなたが言う常識っていうのはそれは立花孝志にとっては全然あなたの常識になって非常識よ。選挙っていうのは少数派が今あることがおかしいっていうことなんでしょ。24人候補者出さないと小池百合子さんや蓮舫さんや、石丸さんとかはテレビでガンガン報道してくれますよ。でも我々はこうやって24人出さないと目立たないからわざわざ7200万使ってやってるわけでしょ。だからもう本当にね藤井聡はアホ、武田恒康さんは賢い、これで、皆さん覚えておいてください。以上です。ぜひね武田恒康チャンネルご覧いただいてですねチャンネル登録もしていただきたいと思います。そして藤井聡さんのチャンネル入ってる人はもしそんな人がいたらチャンネル解除してください。以上です。 NHK をタチプロ政治家 YouTuber N 国代表俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我が独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、グリーンラジオカーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、一人で始めた放送局 NHK まるで暴走族だから俺が全てを暴く NHK をでっかー